小売業界を変革する、イノベーターの動向ということで、8つ、コアサイトリサーチが掲げているもの、今日はトピックスとして、ボップスのところですね、をちょっとお話しようと思うんですけども、8つ、ちょっとさらっとお話しさせていただきますと、まずコンタクトライトショッピング、これ、非接触っていう、全くその、コンタクトはなしじゃなくて、コンタクトが、ライトな感じでこうショッピングをするような、そんな需要による非接触型決済が成長してきているというのが1つ目。2つ目に、パーソナライゼーション、パーソナルショッピングのための、コンテクストデータの活用。3番目に SNS とライブストリームによる e コマースの台頭。4番目に拡張性が高く、事実的な、かつ、なんていうんですかね、活用がすごく楽なラストワンマイル配送ソリューションの需要が高まっている。で、5番目に今日ちょっとお話しさせていきます、ボックスの、カーブサイドピックアップへの需要の拡大。それから、自動化、マイクロフィルフィルメントセンターが変化する消費者需要への対応を可能にするもの。これは、あれですね、ディストリビューションセンターというものと、小売の店舗自体がこうかなり、マージしてきているところがありますので、そういったものですね。で、7番目に、消費者動向の不確実性から需要になる、重要になってくる、需要予測、これですね。それから最後に、企業の、ワークファースマネジメントと実行ツールの見直しの必要性ということで、コロナ禍によって、オペレーションがガッと変わる中で、そこに働かれている方のワークフォースマネジメントの、実行、それからそれにお支えるツールの見直しというのが強制的に行われているという、こんなトレンドが出てきています。